坂倉義明10月29日から2014年5月13日は日本の実業家。西部百貨店、三越各社長、日本百貨店協会会長を歴任した東京都出身。1943年、慶応義塾大学経済学部を卒業。当時の岩瀬栄一郎三越社長と父が窮地の中であったため、父から強く、 三越入りを進められ入社を決めた。入社後は、堪能な英会話を生かし、GHQ との交渉にあたる岩瀬社長直属の通訳として活躍した。百貨店の心臓部とされる業務畑を一貫として歩み、一度も売り場に立ったことはなかった。常務時代には、松大佐を社長の後継として、岡田茂と並び称されるが、後継社長に、 岡田が就任すると真っ先に粛清の槍玉に上がってしまう。結局、1973年に三越を退社し、地期である堤見聖からの再三の混成により、1974年10月、西部百貨店に入社し、副社長に就任。池袋店第9期、増築、改築を指揮し、旧リブロ、池袋本店の前身となる大型の書籍売り場の、 解説等を手掛けた。1977年には社長に就任。店舗の活性化や徹底した社員教育を実施したほか、自身と同様に岡田から疎んじられた三越時代の部下を起用し、西部百貨店を一流レベルにまで引き上げ、在任中には池袋店が日本橋三越本店を抜き、売り上げ日本一を達成した。しかし、堤との意見の相違から、 1984年に西部百貨店を退社。愛前後して三越において、岡田が講師近藤から社長を解任されたことから、その収集を図る役割を期待され、常勤顧問として三越に復帰する。1986年に社長就任。1995年からは会長を務め、経営の混乱の収集にはひとまず成功したが、 バブル期に手掛けたゴルフ場開発に失敗。446億円もの特別損失を計上し、1997年に会長を隕石辞任。この結果、三越は98年度2月期決算で4年ぶりに赤字に転落した。2014年5月13日に老衰で死去。92歳を打つ。ABC、堤見聖事とセゾングループ P214。 つつみせと、セゾングループ P215、坂倉義明氏が死去西部百貨店や三越で社長、務める。日本経済新聞、httpww. 日経 .com、アーティクル、ヤグジュベンゾ 72972050z、10C14A6CC000、2014年6月20日、閲覧。つつみせと、 セゾングループ P217、筒見誠二と、セゾングループ P219AB、坂倉義明氏が死去西部百貨店や三越で社長、務める。朝日新聞デジタル。httpwww. 朝日 .com、アーティクルズ、ASG6M44WGG60400、SHTML? イヤーフイコールコントップリスト o b n ヌレニ2014年6月20日、閲覧。ありがとうございます。